ここはカフェ。今夜もお客様を迎えるためにいそいそ準備中。あー忙しい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 。お姉ちゃん、このカフェにしよう。塗ってきた。あなたがいいなら私は何でもいいわ。あ、いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。どうもこんにちは。いらっしゃいませ。2名様ですね。はい、どうぞおかけください。ありがとうございます。ごゆっくり。ごゆっくり。ごゆっくり。今日のお客様はパステルパレットより小沢ありさん、ロゼリアより工藤遥さんご来店。小沢さんはなんとバンドリ TV 初来店ですよ。というわけで今週のゲスト、パステルパレットより小沢ありさん、ロゼリアより工藤遥さんです。それでは自己紹介お願いします。はい、パステルパレットギター氷川ひな役小沢ありです。初来店ありがとうございます。お願いします。はい、ロゼリアギター氷川さよ役の工藤遥です。よろしくお願いします。イエーイ。なんと氷川姉妹が揃いました。嬉しい。急に、ね、年末になって急に会えるようになりまして。距離がね。いや、ぐっとね、本当に急にいいんですかね。いやでも視聴者の皆さんも嬉しいと思います、ね、このショットは。本当にみんな嬉しいかな。嬉しいよ。あ嬉しいよ。聞こえてきた。すごい。お願いします。さあそんな二人にいろいろ聞いていきたいんですが、まずは、この番組をご覧になっている方はご存知かと思いますが、お二人がバンドでどんなキャラクターを演じているかを軽くおさらいしましょう、はい、ではまずありちゃんからお願いします。はい、氷川ひなちゃん、まあ皆さんご存知だと思いますけど、うん、一度見たものはすぐ覚えて、もうあのギターというか弾けちゃうっていう天才肌の女の子で、ルンってきたっていうのが口癖で、楽しくなるとルが増えてルルルンだったりルルルルルンだったり、はい、とてもねポジティブで明るい女の子です。とロゼリアのさよの双子の妹でもあり、うん、お姉ちゃんのことが大好きな妹のキャラクターですね。はい、ありがとうございます。続きましてタヤン。ひなちゃんはもうルルルルンルンルンわーみたいな、すごいわーみたいな感じで、割とこうなんだろう、本能のままにね生きてる子なんですけど、さよはなんかすごい常にもう考えてトントントン、こういう順番こういう順番ねっていう風に生きてる人間ですね。はい、そんなお二人とバンドリー、そして氷川姉妹についていろいろお話を伺っていきたいと思います。さて氷川姉妹といえばですね、バンドリーマンさんの間でもそのお二人の関係性がとても人気、あらよく話題になるということなんですけれども、ガルパでもいろんなエピソードが出てきましたね。うん、特になんか印象的なエピソードとかあります？私はやっぱりあの秋しぐれに傘をかな、デタミネーションシンフォニーのイベントかな。まあ確かに印象深いですよね。私2回収録したんですよね、これ。え、そうなの？はい、あのなんかその距離感をそのシナリオさんがこうまた改めて書き直して、じゃあ1回目撮った時よりその氷川姉妹の距離感、距離感関係性がちょっと修正が入った。そうですね、多分着地の距離感っていうのが少し変わりましたね。そうなんだ。すごい、それ知らなかった。あ、そうだったんですね。でもお芝居があのこう来るんだってすごい思って、本当にめったに感情的にならないさよがすごい感情的になるセリフが多かったから、結構感情的にすごいやってたらやっぱディレクターさんに、いやもうちょっとさよは抑えて、極力なるべく冷静に冷静に怒ってみたいなディレクションが。字面見てたら本当に多分同じで、多分感情的なのかなって思ってたら全然違って、これはやっぱり実装されて、なんかあそこ来たかって思いました。そうなんですね。このエピソードは特に2人の距離感が変わったきっかけ。素敵ですね。他にはありますか？2つ星のアンサンブル、結構ひなのこの天文部のお話になるんですけど、まあ、ひなは割とね自分でこう選択して道を切り開くタイプなんですけど、まあ、珍しくこう悩んでて、大人をどう説得すればいいか悩んでて、こう大人なさよに
アドバイスをもらってらこうすればいいんだっていうなんかこう2人でこう、うん、何協力して解決できたかなっていう、うん、その時にかなりこうひなを理解してくれてて確かにさやさんがだから そういう意味でもやっぱりこのさっきのね、うん、秋しぐれの後のイベントだからなんか、うん、全然違ったな今までとっていう気持ちになりました。素敵です ね、 ね、うん、すごい積み重ねておるって思いました、ね、すごい積み重ねてる、うん、私結構なんでも自分のあれ感情が入っちゃってるのかもですけど、うん、お姉ちゃんに対してひなは、うん一番気使ってます私は。で他の子に対しては、うん、私こうだからって待って伺っている気持ちよっていうところはめっちゃ感じる。そうなんだ。すごい気使ってるお姉ちゃんにはひなは。その時だけあすごいなんか普通の人だみたいな気持ちになります。ひなも普通の人だった。クラスメートとかそっちになってくるとやっぱり天才というかもうひな色が強くなるんですけど、うんうん、じゃあお互いに特別な感情というか、うん、特別な人にはそういうのがあるんだなって、うん、特別なんですね。シュテキにっこりにっこりした。いやゲームもそうなんですけど、うん、アニメでもあの氷川姉妹の関係性が伺えるシーンがありました、うん、あら、はい、あのシーンを見ていただこうと思います。お願いします。頼もしくてあらすごい。勝手に始めないで。ロゼリアの音楽はどんな時も完璧に見せるものよ。ストイックですねユキナさんもね。誰かギターを。お姉ちゃん使って。あらー光輝く。仕方ないわね。あ赤くなった。赤くなってもらってもらしょうがないわね。私たちも付き合ってもらえはい、ありがとうございます。そうね、合同文化祭で、うん、ね、学校が羽岡なのでこのひなちゃんがギターを持っていたということで、うんうん、すごいデレデレデレだって別にロッカちゃんがねそばにいたから、うん、ロッカちゃんのギターでもよかったわけじゃん。でもやっぱりもうひなのギターをこう、うん、デレデレしながら受け取るっていうはい、ガルパマアニメも氷川姉妹のより一層の活躍を今後も期待してください。はい、ということでそろそろお時間でございますが、アリちゃんとタヤンには来週も来ていただきます。来週はですね、天才ひなちゃんにちなんだゲームをやりたいと思います。天才なゲームですか。はい、なのでぜひありちゃんにはクリアしてほしいと思います。頑張ります。